えこんにちは黒田和哉です。今日もごご視聴ありがとうございます今日はですねスティックバッグの中身をご紹介くださいということでですね面白い質問があったんで答えていきます。まあ普通にブラシですねブラシは1組入ってますがまあ一応予備でもう1個入れてることがあります。でえー、とマレットですねマレット。まあこういうのってジャズの場合は結構使うんでえっ、ー、とここルンバーたく時とかあと。 ブラバラバラードの最後とかにっていうふうにやってあげたりするのとこれねこう反対側スティックになってる。ラテンみたいに使ったりすることもあってこっちがねあのスティック状になってるやつが僕は好きですね。でまあスティックの中身はここはですね 僕はあのジルジャンの 7A これ広瀬さんと一緒のやつでジルジャンの 7A だったんですけどこれ今ヤマハの 7A です、ね、ホットさが好きでな、ね、近いのがないんでパーカッションにするやつこのオレンジのやつがあっいいなぁと思って使ってますがこの辺の結構1 3ミリの細めのスティックか必ず入れてますねで僕一時期好きだったんですけどこういうナイロンチップのやつ まあでもナイロンチップのまあちょっと音が硬くなるんで、まああの曲にもよるって感じで。まあ一応一組だけ入れてるって感じですかね。で。まあチューニングキーが忘れないようにしてるのと、僕これ入れてて、これあの。トムとジェリーの演奏している時によく使ってる。<noise> まあ効果音としてたまーに使うかな。でもまあ、ついでだから入れてるあるって感じですね。飛び道具的な感じだと思うんですけど。で、えっ、ー、と。 まあ予備のこのチューニングキーがあってあとですねここにこういうレンチこれあの百均で買った昔からのレンチでこれドライバーが入ってるんですよでドライバーのこう選べてマイナスとプラスが選べてこれあのよく使うんでこれ入れてあります。まあここに入るんでちょうどいいかなと で必ず僕ここにあのフリクションを入れててあのパ,ッパパパって書き込むのにいるのでで消せた方がいいでしょだから鉛筆よりもフリクションが僕は好きでフリクション入れてあげますっていう感じですねなのででこれできるだけあのちっちゃいのが好きなのであのバッグに入ったりとかするでこれあの比較的気に入ってるあんまり使わないですけどこれ閉じとくと。 ここが開くんですよなのでちょっと取りたいっていう時にパパッとこういうふうに取れたりとかできるっていう状態でこういうふうにね置いとけてこうまああんまりこれは機能は使わなかったですねでも僕はあの細めの、えー、とプロテクションラケットとかのあのこの大きさのやつも持ってるしまあこの大きさが結構好きですねこの大きさでパパッと持ってああと一応効果音的なものでこれが入ってましたね あとシャラ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 っていうのもなんかまあ今のこの草とちょっと入らない入れてないですけど入れてたりしますなのでこの辺ですねだから鉛筆とこれが入るのはすごくこれ便利で、えー、非常に使ってますであのチューニングキーねが、まあ、チューニングキーないとほんと困るんで必ず1個入れてありますねはいでブラシが一組もしくはまあブラシポって落としちゃう時あるんでもう一組ぐらい入れてあることが多いですっていう感じですかね えーまあ、特にそういう特段大したものは入ってるわけではないですが、えー、あとは前大きいこのバッグを持ってた時はあのここにネクタイ状のねギロみたいなやつがあってそれはちょっと持っててなんか えとニューオーリンズの時とかにいきなりそれをしといて、いきなりこうやってこすってあ、ソロの時沸かせるみたいなことやってたこともありますが、えーまあ、スティックバックはこれぐらいの大きさのものでございます。た、え、ぶ、ー、詳細欄に、これ、これ多分まだあると思うんですけど、アマゾンで買ったやつなので、えーまあ、アマゾンのリンク貼っときますけど、これが気に入った方はぜひ購入いただければと思います。えー、本日日日は以上になりりりまままます今今もも最後までご視聴ありがとうごごご視視聴聴ああががととううざざいいししたた 今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。